静かな緊急事態は静かに進行しているため注目が集まらない人類が抱える飢餓や感染症等への故障。静かなる緊急事態と呼ぶ場合もある。国際連合児童基金はラウドエマージェンシーとしてのトピックにならず日常的に進行している感染症等で多数の子供たちが死亡する事態をサイレントエマージェンシーと呼んできた。世界保健機関。 日本赤十字社、その他団体等もこの言葉を使っている。世界には危険労働に従事し、薬、食料、安全な水の確保が困難な子どもたちがいる。約30の国と地域で5歳未満の子供たちが1年間で約970万人、約3秒に1人の割合で貧困を理由として死亡している。死亡の直接的原因は風邪や下痢による。 ユニセフ事務局長、キャロル・ベイラミーは、サハラ砂漠以南のアフリカ等の高天性、免疫不全症候群を大災害の何十倍という規模の静かな緊急事態であると指摘する。そうした地域では、多くの子どもたちが親をエイズで失っており、平均寿命が35歳未満という高い死亡率の国もある。ユニセフ広報担当官、マイタル・ラスディアは、 インド共和国のマディアプラデーシュ州の状況を子どもたちが徐々に姿を消す静かな緊急事態であると懸念を表明する。インド政府によるとインドでは3歳以下の46%の子どもたちが栄養失調である。マディアプラデーシュ州は5年連続で雨季の降水量不足に見舞われ60%の子どもたちが栄養失調と国内で最も危険な水準にある。 ユニセフ神前大使、黒柳哲子は、1997年11月、静かな緊急事態にある、モーリタニアイスラム共和国を訪れ、首都ヌアクショット、南部のアレグ、防御地方を視察している。ありがとうございます。